夜景、堀の内外大盤三枚、続くの内右二図。天明末期、大英博物館など所蔵、久保利光とは、江戸時代の浮世絵師、下作者、歌人。北尾重政の門人で、同門の北尾正信、北尾正美と並び、代表的な弟子である。桜下吉江に愛番二枚、続くのさず。東京国立博物館所蔵船は久保田、または久保。通称表、駅標へ。 または安兵衛。画号を、久保利光と称した。他になお左道とも合す。下作号は、南田と義志らん、高山道、京化号、一節線杖、廃号、塩から棒。法暦七年に、江戸に生まれる。幼い時父親を失い、叔父によって養われた。小伝馬町、亀井町、神田富松町などに居住した。はじめはかじとりなひこに学び。 アズマロと称した。安永生頃に北尾重政門に入って北尾称す天明二年にかじ取りがなくなると画名をとしと改めた。作画期は安永中央から文化末年までに及ぶ。安永八年北川豊小作画の起病し通り蹴り猫の美女を鉱山道の名で発表したのが初作であった。それ以降期表紙十部シャレボン三部を描いた。 画風は、死の重生風というよりは、鳥居清長風の美人画を描いており、利光の地味な美人画は、清長や歌丸の台頭にあって目立たずに、美人画の作品は少なく、むしろ肉筆美人画が多く見られる。また暮れない嫌いの作品がよく知られている。利光の暮れない嫌いは、西系のほか、肉筆清いにも見られる。特に強化すり物を得意とし、 その点数は500点に及ぶという。完成以後、石川正持に教科を学んで犯者になっており、文学にも親しみ、教科すりものや、半本の作画に活躍したほか、沈金堀や、海在婦などにも長じた、多芸な人であった。去年64。墓所は、台東区倉前の海屋寺。法名は、前鼓まで直さとしみつこじ。墨田区東向島の宝泉寺境内には、 久保と光の火否が残る。ありがとうございます。